どうも、ビデオゲーマーでーす。サンダーランド編続きやっていきましょう。で、今回はアウェーでコベントリー戦です。まだなんとかね、スライダーデフォに戻してから、前回の動画から数試合やりまして、で、未だに無敗でね、まあ引き分けがね、ちょっと増えたんですけども、失点も、そこまで、前ほど多くなく、で、得点もね、前ほどバカみたいに取ることもなく、って感じでやってるんですけども、で、カラバオカップもね、ベスト16に進みまして、ワトフォードと試合やったんですけど、まあ、PK 戦の末ね、勝ちまして。やっぱりね、プレミアのチームとね、やるとね、やっぱ厳しい。まだね、こう、3部のチームとやったらね、まあ、この2試合引き分けたんですけど、0-0 で。まあ、失点しないというか、失点しなくなったのがね、大きいかなと思います。うん。で、まだ慣れてる段階なので、なかなか難しいですけどね。スピードになれるのが。やっぱり全然違うんでね。で、フォーメーションも変えまして、4-4-1-1 のミッドフィールドに変えました。で、まあ、選手は、今回だけですけど、アームストロングちょっとトップで使ってみようかなと思います。で、これでハマればね、このままやっていってもいいかなと思うので。で、あとは、シムズを左に今回入れてみます。で、ディアンガナが右ですね。で、あとは何も変わらないですかね。まあ、よく見慣れたメンバーかなと思います。で、戦術は、ボールロスト後に即プレスで、幅を4で、深さが、6、あ、7かな。7ですね。で、バランスで、幅が6の。これね、どうしようかな。カウンターアタックにね、弱くなっちゃうんで、こう、これぐらい、これぐらいにしようかな。はい。で、アームストロングにしてるので、まあ足が、スピード系がいい感じの能力なので、裏に抜けるにしときましょう。うん。で、いいかな。はい。で、サイドの選手、後の設定はね、指示はね、両サイドの選手、一列前が裏に抜けるで、あとはオーバーラップにしてるだけですね。あとは何もいじってないです。じゃあね、試合の方やっていきましょうね。ラミレス使いたいんですけど、ちょっとね、今回はベンチに入れているって感じかな。じゃあやっていきます。はい、じゃあやっていきましょう。キックオフと。あ、動きはいいですよ。悪くない。軽い。Well, this is how the home team shape up. David Myler starts, looking to recover his form. Only one up front in terms of an out-and-out forward. This is the Sunderland team for you today. And again, we're going to see... これあれですね。俺これでやってて思った。レーダー出してないやつすんげー厳しい。Yeah, they are similar. And you do see this so often these days. Two really popular... Shots on here. Goalkeeper makes a save. That's a comfortable save.画面から消えてる選手の配置全然わかんないもん。でもね、俺は消したままやるよ。で、これ変に出したらね、またやりづらさが出るかもしれないから。マイラーはあれなんですね、音声ないんですね、選手の。マイラー引退したらどうするんだろうな。ゲーマーとして有名やからな。ゲーマーとしてやっていくんかな。いいんじゃないですか、まあ、こっちボールになってくれたんで助かりましたね、今ね。うわー、どこに出すの。あのね、スライダーデフォに戻したでしょう。もう久々にね、ゲームやって切れてる。なんで繋がらへんねんつって言いながら、なんでやねんって言いながらね、よく怒ってますね。
危ねえ今の。Do you know what? I still can't believe he saved that, Martin. What a stop it was. やっぱゲームのね、選手のスピードがだいぶ違うから、今までやってたのと。で、今までの感覚でパス出してない。おっと。やっぱりね、やりづらさがまたあって。Here's Harrison Reed.He's got some room out here in the wide position. Player もね、前ほどこう上がってきてくれないからね。Cut out by the defender. もちろんパスミスも多いし。まあ相手のスピードだったり、パスの精度だったりおかしいけどね、シュートの精度だったりね。それほんま一緒かいって思うけど、当たったかい触ってるかい、うちの選手。まあ良かった点もあって、前ほどバカみたいに点取って勝つことなくなったんで、リアルになったかなっていうのがすごく良くて。で、サンダーランドのね、キャリアはね、もっとドラマティックにしたろうかなと思ってて、ありゃー、それはきついな。まあ、2部に上がったぐらいにね、そのドラマティックな展開が待ってるかなと思いますけど、これをね、あのね、やりたくてやるわけじゃないんです。もうちょっとこうドラマ性が欲しいなと思ってやるだけなんで、まあこれはね、いろいろと、なんだろう、言われそうな気もしますけど言われそうな気もしますけども、で、これやっぱアルティメットっていうのもあるんだろうか、精度がすごいのよね、まあ、シュート精度が特に。おっと、なんか上げるのがちょっと遅い気はするな。こう設定であれできんかな、誤審のこの割合みたいな。もうこれ出来出したら俺めっちゃおもろいと思うよ。Has to go down as a poor cross.誤審の割合とかあったらすんげえ切れる人出てくるだろうな。いやそっちか、見えてなかったかな。いや嘘、そのパスミスきつい。Cross that's fisted away by the keeper.
given it straight to the opposition. Attacking well here. Armstrong. And here's the shot. And that's straightforward for a goalkeeper of this caliber.危ない、今のは危なかった。いや、なかなか厳しいですよ。本当に厳しいですよ。Time now for the second half to start. Here's Harrison Reed. Todd Kane. Reed.This is a good opportunity to put the ball into the penalty area now. Ah, yep. Let's cut that out. This with a chance to go. Yes, okay. Yes. It's given them the breakthrough. あれ、見たことない顔がおる。見たことない顔がおる。今まであんな顔の人おらんかったのに。お見事。やっとリーグ戦点取ったな。あれ、真ん中の人誰なんだろう。初めて見た、あの顔。あれ、もしかしてアップデート、チームアップデート、あ、でも関係ないか、チームアップデート。監督のとこであの顔あるんかな、もしかしたら。っていうような顔してるな。切り替ってくれないのよね、押してんのに。あれ、それが一番困る。James. Reed. Ach. Well, he was in the right place at the right time to cut it out. I think the wide man's got a chance here. There's space out near the touchline. 今のはパス見せると思ってなかったわ。ああ、よし、OK、ナイス。やあ、クソ取られた。かわそうと思ったのにやった。あ、無理か。ちょっと面白いかなと思ったけど、パス取らなかったな。Thomas threads it through. Good cross into the near post. よっしゃ、よし、ナイス、いいですよ。It's a weak cross, really.
そうそう、ゴールキーパーまで、ね、戻せばいいのよ。やばいなと思ったら。On the home bench, a substitute is clearly getting ready to come on. Just a period of keeping the ball. このね、バスとね、シャノンのね、あのね、位置がね、逆になってんのがめっちゃ怖いわけ。バスがね、逆足精度ね、弱いのよ。だからね、パスミスのね、可能性がね、高いの。いやほれ言ったらほらな。Probing away, trying to find room for a shot maybe.ずれたな。In behind the defenders, put into the middle. Only partially cleared, so there's still some problems for them. And Sims.選手変えますかね、変えましょう。ね、シムズを戻しまして、アームストロングをサイドに入れて、でハーギル入れますか。で指示を、ターゲットマンで Y、中央に整わらそうか。で、ハクサバノビッチを自由に動くにします。ほい。じゃあやっていきましょう。あら。メイラー、マイラー、まあ、どっちでもいいか。どっちも呼び名があるからな。二つあるの困るよな。どっちが正解ってなるわ。Nice. They support for this team. Funny, the team could be quite so impressive themselves. Yeah, they're doing their bit. The support. Nice. It's time for the substitutes, I think, and the substitution for the home team here. Well, they talk about football being a passing game, and you can keep it short, you can go long, it can be direct, you can keep possession. It's come off the goalkeeper, still in play.ああ、いいですよ。よかった、取れて。わあ、いい。ナイスカット。無理しない方がいいね。いやー惜しいな。ほんとちょっとタイミングだろうな。買ってくれなかった。やばかった今。It's good to know how much longer there is. This wasn't always the case, certainly when I started commentating. We've got two added minutes. どうしようか。A chance to break away now on the counter. Sims looking for teammates in the middle. おっと。Defended well. 惜しい。もうなって。よっしゃ、OK、勝った。Now Sunderland
無失点で抑えることのこの難しさよいやでもよかったよかった、こういう試合ができるようになったのがもう成長よ。ああよかった、成長してる成長してる。いやただなポストに当たるシュートが本当に多いな。まあ支配して1点差でも勝つような試合をねやってったらまあ2部には上がれるかなと思いますけど。わおなんてに、なんてなんでなんでなんで、ちょっと待ってちょっと待ってね、何がや。ああなるほど、こうやってさシーズン全体で見てもらえたよりことばっかりなんやけどさ、これで目標いかって今やられてもね困ったもんでね本当に。で次回がピーターバラですね、もうすぐですね。でですねカラバオカップはベスト16まで勝ち上がりまして、なんでボーマスと試合やるんでね、これを取りたいと思いますね。10月最後の試合はさあここで負けるかもしれないですね。まあ頑張りたいんですけども、じゃあね今回はちょっとトレーニングだけしようかな。はい、じゃあ今回はこれぐらいで終わりたいと思います。ではまた次回です。バイバイ。